がとうございますね。頑張っていきましょうね。ね、うん、なんで僕らは笑わなかった後輩の顔を覚えて帰りますんで。やめろ。こいつらが面してんねんから。そんなことねえ。言うな、見に来てるお客さんみたいな、もうそういうことなんだから。言うな、そういうこと。何考えてんだお前は。俺の役目かなと思って。そんな役目ねえんだ。これは俺の役目だ。事務所変な引っ張り方すんな、てめえは。まあ、お前こうやって芸人やってますけど。はいはい、やってますよ芸人。お前が芸人以外に向いてる仕事を見つけた。お、俺が芸人以外に向いてる仕事、うん、ああ、何何。医者。医者？なんで？なんでって。 お前が額に汗浮かびながら必死に心臓マッサージする顔してるからよ。なんだその顔。してないだろそんな顔。早速たくさんの人たち救ってもらっていい？いやいや無理だから。そもそもね、俺医学の知識なんか一つもないんだから。いや、今まで知識に基づいて行動したことないくせに。あるわ。なんだ俺のイメージそれ。ピー、大変だ、山田さんの心臓が止まってしまった、どうしよう。どけ。死ぬな、死ぬな、死ぬな。嘘みたいだろ、さっきまでできないって言ってたんだぞ。やめろ。とっさに動いちゃっただけ。とっさにできる。何お前、毎日心臓マッサージ500回してから寝てるやろ。そんなわけねえだろうが。お前医者になったら、うん、絶対大学病院の院長と揉めるで。いやいや別に揉めないよ俺。失礼するよ。急遽政治家の武田先生が明日検査入院をすることになった。今すぐ個室の田中さんを退院させて今日中に個室開けなさい。早くしなさい。ほら。お断りします。退院はさせません。なんだと。お前自分が何を言っているのか分かっているのか。院長こそ分かってるんですか。田中さんは病気なんですよ。病気なのに退院させるのかわいそうでしょ。かわいそうなので絶対に退院はさせません。お前有権で医師免許取ったやろな。そんなわけねえだろ。有権じゃ医師免許取れねえんだあれ。失礼します宮本先生、大変です。個室の田中さんが容体が急変して今息を引き取りました。なんだって。嘘だろ。そんな、俺は自分の手で誰も救うことはできないのかよ。お前毎日体力ゼロにしな気が済まへんのか。宮本先生、先月退院した小学生の光太君から手紙が届きました。手紙？光太君から。先生、足の手術してくれてありがとう。先生のおかげでこの間サッカーの試合に出てハットトリックを決めれたよ。先生は僕のヒーローです。僕も大きくなったら先生みたいにかっこいいお医者さんになりたいです。こうだより。手紙本人が奪われるパターン見たことないわこれは。ピー、どけ。死ぬな、死ぬな、もう誰も死ぬな。ピー。お前20代で感情使い切ってまうんちゃう。使い切んねえわ。どうした。